前回のカズクラ、どうやらカズクラがゾンビスポナーを使った治療施設を作り始めたみたいだ。しかもかなりハイテク仕様、明かりをつけたり、さらにはマグマで成仏させたりなど、あらゆる機能を盛り込んだ。さて、失敗ばかりのカズクラ、本日は無事に村人を治療することできるのかな。はい、どうもこんばんは、金不足のカズクラです。なんか ゾンビ倒してくれたやつかな、これ。助かるわ。いや、マジ必要こういうのね。あ、でもゆる来ちゃったな。いや、今ね、絶望的に、全員使う、あ、端っこだけ開いてる。めっちゃ増えたんやね、村人。よくれた。いや、でもこのヤシさんの塊よ、ヤシさん。もうヤシさんだらけになっちゃったんだよな、これ。もういいんだけど。ほんで本日は、弱化の矢と、金リンゴね、そちらが必要になりますので、まずはこれに対して、金リンゴ。こうだよな。うわー。金、これ全部の金だから、今もう2金しかない。非常に金の量がピンチでございます。いやー、ちょっとどっかで補給しねえと。まだこの村、実はね、あの村の地下があるみたいで、あのそこまだ実は手つけてないんですよ。いつもここら辺からね、あのゾンビがね湧き出てくるっていうか、あらあらる。村の地下もね、ちょっと綺麗にしておきたいなーっていうね、お気持ちはございます。はい。あ、育てるとこできてる、木を育てるとこ。あ、そしてなんと、あ、ここにはマグニーの拠点ができておりますね。マグニー拠点が、これは負けていられねえ。マグニーのとこはね、毎週土曜日にこのワールドでのねやつ配信しておりますので、もしよかったらまたチェックしてみてください。あの家編はね、概要欄の方に貼り付けておきます。いやー、負けてられない。週1回のものに負け、あ、これ鉄のドア燃やせねえんだ。あ、これだったら燃えるんだね。そうなの、燃えねえんだね。なんかここら辺預けて、一旦これだよな。あと弱化の矢、あったあったあった、これで治療ができるはず。さあ、ではこちらの治療室な、え、なんでこいつこんな走り回ってんの。危ない、こっちの施設危ないよ。こちらでございますね。イエスイエスイエス。え、ちょっと改造の方もしまして、ここ出入りもね、ここから容易に、できるようにいたしました。はい、はい、というわけで、早速行ってみたいなと思います。行きますよ。ちょっぱ、あ、出てきた。これでね、村人ゾンビをもうなんとかね発生させたいんですけど、金足りてねえかな。あれ、普通に倒したいな。マグマで倒すのもったいないな、あれ。ちょ、待って。これこのドロップ増加の件でさちょっと待って、本当はマグマで焼き殺すシステムなんだけど、さっきのはちょっと待ってね。大丈夫、湧きすぎてない。あ、なんか奥落ちちゃった。ほら、行くよ。4フレーム。あ、なんかね、この4フレームシステムがね、こうすると全部から出るのかな。あ、4フレームシステムで成仏来ましたね。ちょっと待ってね、さっきの、よしさっきのゾンビさん、よこして、落とさなかったか。よいしょ。まあこの調子でね、探し出すという、かなり、冒頭の挨拶でハイテクとか言ってたけど、めっちゃアナログですね、これさあ、これで発生することはあるんでしょうか。意外と遅い。おお、ダメだね。はい、4フレーム。燃え上がるがいい。あ、でも気持ちいい、このシステム気持ちいい。またしばらくかかりそうなので、ちょっとみんなのコメントでもね、青いのところでも質問しましたが、宝くじ当たったら YouTube やめますかと。わ、これはね、非常に難しい問題ですね。ただ、なんて言うんだろう、あの、お仕事っていうか、まあ、ある意味うちらね、もう YouTube お仕事なんですよ。うん、ほんで要は仕事辞めるかどうかですよね。仕事に対して何を求めてるのか。ね。ほんでお金。まあこれ当たり前ですよね。うん。これみんなのベースにあります。ただ他の部分を求めてたりするとね、やりがいなど、辞めないんじゃないのかなと。で、私の回答としては、辞めないっすね。ほんでこれみんなにも質問です。
はい、宝くじ当たったらどうします、仕事辞めますか続けますか、皆さんどちらでしょう。ただ一つだけ言っておくと、2億か3億とかだよね。死ぬまで遊んで暮らせるまではちょっと厳しいかもしれないね、うん、あのやっぱね、暇あるとお金使っちゃうからさ、絶対絶対普段よりお金使いすぎちゃうと思うんだ。これある程度仕事でね、あの時間潰しておかないと、あの使いすぎちゃう、うん、だからそこら辺ちょっと注意が必要でございますな。はい、ヨガフレーム、あ、ヨガフレームで、こうしてほんで引くかな。 OKOK、 ようやく使い方が分かって、で20分の1って聞くんだけどね、あ、こっからでも倒せるわ、うん、そしたらあのシステム、今のマグマシステムの意味がなくなっていくんだけどでもこっちの方が手早いかもしれない。お前たちじゃねえと、うん、お前たちじゃねえんだと。いやー、これすげえ暇そう。この鳴き声でね、結構わかりやすいんやけどな。かれこれ何分だろう、今20分近くやってるんですけど、村人ゾンビが出てこない件なんだけど、これ運が悪いだけか、スポナーから出てこないのこれ、村人ゾンビどうなんでしょう。いや、もうちょっと張り付いてね、調査いたしますけどこれね、村人ゾンビわかんわカズクラ、こういうアップデートある、湧くかもしんないけど、わかんわな、これ何があったこれ、待って、こう上にいるな、あいつ行商人さんいんな、はい、成仏。今回治療できねえ疑惑がな、ちょっと今回のね、プチポイント、こうすることで、ロープをね、いっぱい奪えるんですよね、こうやって乗せることで。はい、一応そういうプチ裏技もね、ちょっと紹介しつつ、ごめん、あほう、やばい、飛んだ装置ができたかもしれない疑惑だよな、これ飛んだやばい装置できてるよな、これやっぱこれはゾンビトラップ用に使っとけというね、神様のおぼし飯だったような気がいたします。30分で出て、一体何体倒したんだろう。いや、100体はね、倒してると思うんだけどな、全然出てこねえんだもん、これもう嫌だよ、これもう全然出てこねえの。普通に陸でさ、あの探し求めるのが一番いいっていうことにね、なりそうですね、これは。ちょっと一晩だけね、あのここら辺、飛び回ってみましょうか、一晩だけ。あお、お命ちょうだい、ちょうだい、お命ちょうだい、お命ちょうだい、おい、お大きく、おい、ちょうだい、はい、やべ、行くわ、あぶねえ、あ、村人のゾンビが声したぞ、今この地下にいるな、なんかいた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 、仕事ついてる人いんの、待って、こっち来て、イエスイエスイエス、余計な人もいるから、ちょっと待って、あいつだけ倒さんとあかんけど、お客様来ました、お客様、危ない、ババ、あいつが危ない、あいつが危ない、おっ、しろ、おイエス、おイエス、あ、ダメ、喧嘩しちゃダメよ、絶対お前、あいつ一発撃たれてやんな、耐えれるかな、行くよ、えい、よし、耐えた、待てって、おっし、来た、あとは生き残るだけのイージーゲームや、あれ、行く、あ、よかった、村人ゾンビさん生きて、村人さん生きてた、行くよ、こっちよ、お肉屋さん、仕事をしたままゾンビになっちゃったんだな、働きすぎて、あれ、ルールやっぱ、そろそろだろお前、ゴーレムやられちゃうよ俺、下手するとだけど、大丈夫だな、まだ大丈夫だな、ある意味ゴーレムのいないとこで追っかけっこしてるぐらいがね、ちょうどいいんだけど、あ、イエス、あ、近い、全然治療中にならねえんだけど、待て、朝日が来るよ、ちょ待って、マジで嘘でしょ、待て、もうこの木の下でさ、追っかけっこするしかもう方法ないよね、そう、イエス、こっち、え、お前治療中だよね、朝日上がるんだって、大丈夫かな、
あ、ダメだ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 。これ村人がこっちに戻ってきたら危ないな。え？お、いや、ゾンビドクター。びっくりしたよ。あ、しかも無職になるんだな。はい、というわけで、ゾンビドクターになりました。はい。いやー、なかなかでしたね。あの、治療施設ですね。あの、使い物になりませんでした。うん。あ、ちょっと将来的に、あ、なんか、待って、結構言われてたんだけど、将来的にカウンターが必要。いや、いらねえよ。いらねえよ、それは。まあ、うちの将来的にはね、いつかやるかもしんないからね。うん。将来的に、新型にしたいよな。今までやってなかったけど。なんかそちらもね、また考えていきたいなと思います。というわけで本日はこんなところでまたお会いしましょう。バイバイ、バイバイキン。